fight eggs. I started playing Buddy Fight. Lots of cool cards to play with. Let's do it. DD Gargantua Punisher. Booster Pack Gargantua Awaken. On sale August 3rd. Bushy Road. Fight me with Bangor. We're all looking forward to these new powers. Booster Pack Unite Team Q4. Now on sale. Bushy Road.突然だがこれまでのお話。スポーツの神陸王雅人が相棒学園に転校してきた。悪の YouTuber 騒動を経て始まる優雅と雅人のファイト。雅人のドラゴンシェアに優雅は苦戦する。だがガルガのモードソニックを用い攻守のバランスに長けた戦いで優雅は勝利を収め、雅人と友情の絆を結んだのだった。やってきました、この季節。ただいま相棒学園では年に一度のビッグイベント、学園ナンバーワンのバディファイターを決める ABC カップの予選の真っ最中。ファイナルフェーズ、キャスト新ガルガンチャバニッサー、必殺新ガルガンチャバニッサー。最初に予選を突破したのは遊びの神ミカドユーガ。みんな、あれ？ファイナルフェイズ、キャスト、トライスターディシジョン。勉強の神、星読みスバルも本戦出場を決めました。さらには、スポーツの神、陸王マサトと漫画チャンネルでおなじみの加古川ランマも予選を突破。果たして、学園ナンバーワンファイターの栄冠は誰の頭上に輝くのか。来るべき ABC カップにどうぞご期待ください。ついにスタート、 ABC カップ。楽しみだな、 ABC カップ。大会に出るからには目指すは最強、優勝あるのみ。ああ、力を合わせて学園ナンバーワンファイターになろうな。ファイトも大切だけど、本戦の出場が決まったんだ。久しぶりにランガチャンネルの動画を更新しようぜ。いいね、それ。ランランガウー。今回の動画はこちら、ガルガのおやつタイム。今日は俺のバディガルガがたこ焼きを食べるところを放送しちゃうぜ。まさに美味。もう美味しいな。用事を器用に使って食べてるガルガだけど、よく見ると、これは用事ではなく剣。それじゃ次回の動画もチェックディスファン。スバルの笑いのツボが私には今一つ理解できません。
ユガに勝てなかった。強くなるためにはあのカードが必要だ。ABC カップが始まる前に何としても手に入れなくては。ああ、めんどくさいな、掃除当番は。そう言うなって。お、どうした？あれってマサトじゃないか？マサト君、君の才能が欲しい。ぜひ我が野球部に入ってくれ。いや、我がテニス部に。いや、我がサッカー部に。いや、我が剣道部に。ぜひ我が卓球部に。いや、我が柔道部に。いえいえ、私たち茶道部に。なんで茶道部がいるんだよ。なんだよ。あの、なんつうか、俺にはまだ足りてないものがあって。そこをなんとか。よっしゃー、タメ口しっけ、みんなまとめて面倒見るぜ。さすがスポーツの神、体育会系の部長たちに大人気だな。マサトって面倒見がいいから部活動に向いてるし。あ、こいつは中等部の鬼塚番長だ。邪魔くせえ、うせろ。おい、スポーツの神よ、ずっと待ってたんだが挨拶がねえな。挨拶？てめえ転校してきたんだろ。だったらまずは学園最強の男、この鬼塚番長様に挨拶するのが筋ってもんだろうが。違うか？ああ、来るな。お前たちを巻き込みたくないんだ。だけど。そうだ、万竜団、あいつらを呼べばいいんだぜ。そいつは無理だ。デッキケースは体育準備室のロッカーに置いてきた。ごちゃごちゃうるせえぞてめえら。俺様にはわかる、てめえは滅法喧嘩が強えってな。どっちが最強かここで決めようぜ。断る。ああ、俺は喧嘩はしない。ルールにのっとった格闘技なら相手をしてもいい。うっしゃー。マサト、なんだと。さすがガルガ、神ってるぜ。コアッパ同士のいさかいと思って黙って見ていたが、それもここまで。丸腰の相手に武器を使うと恥をして、このならず者め。武器がダメってなら素手でやってやる。それくらいでおやめなさい。今不祥事を起こせば今度始まる ABC カップに出られなくなりますよ。確かあなたも本戦への出場を決めたばかりですよね、鬼塚先輩。やつらの言う通りかもしれねえな。 ABC カップでこいつらをぶっ潰す。それでいいだろう、兄弟。ありだな。覚えとけよ。それにしてもひどい上級生がいたものだ。鬼塚先輩のことだな。あいつって前から乱暴沙汰が絶えない札付きのワルなんだぜ。これだ。いいの出たか。ふんふん、ないしょ。さあ、ついにこのカードが来た。すっごい喜びようだな。よっぽどいいカードを引いたんだな。おい、ユーガ、例のならず者がいるぞ。見ろよ、ドガ先生、おニューのガンジーをゲットしたぜ。いい感じだな、兄弟。どうよ、じゃあ始めっか。よし、とにかく目指すは地球最強だ。喧嘩でもバディファイトでも誰よりも強くなりて。そう願うならもっともっとカードの知識を高めねえとな、兄弟。地道にファイトの研究をするなんて結構真面目なところもあるんだな。目指すは最強ってちょっとガルガっぽいかも。ん、そういえば鬼塚先輩ってバディファイトを始めるようになってからちょっとだけ丸くなったんだよな。うん、
陸王わざと、鬼塚万丈、クローズライト、世界守る、帝優雅、加古川ランマ、星読みスバル、夢語りメル、トーナメント表立ちゅう。兄ちゃん、ランマ兄ちゃん、二人ともかっこいいぞ。早速一回戦第一試合を開始しちゃいます。大会初戦を飾るのは陸王わざとと鬼塚万丈のファイトだ。まさかこんなに早くてめえをぶちのめすチャンスが来るとはな。そうだ、このファイトに勝った方が相手を煮るなり焼くなり好きにしていいってのはどうだ。ああいいだろう、その条件飲んだ。この拳で世界を取る最強ルミナイズ、絶景最強天使だ。繋いだ螺旋は絆の鎖、ルミナイズ、うスパイラル万竜弾、ハリーオープンなフラッグ、デンジャーワールド、エンシェントワールド、絶剣独尊ドガテンサ、ライブアギト。Introducing new Start Decks. Mydra Deity, Subaru's Triangulum Galaxy, Masato Spiral Link Dragon Order. On sale July 27th. Let's start playing Buddy Fight. Bushiroad. チャージ&最強ドロー、強戦士ガチャレスをセンターに最強コール。我が名はガチアレス、ここは戦の場か。撲殺賢者ボグヘルメスをレフトに最強コール。ボグヘルメスだ、ドイツを殴ればいい。ガチアレス、ファイターにアタックしやがれ。なんだと。あっと、これはどういうことか。マサト選手がダメージを負ったら万丈選手のライフが増えたぞ。俺のデッキには強奪する能力を持つカードが山ほどあんのよ。例えばガチアレスの場合、モンスターを破壊するかファイターにダメージを与えた時ライフが1プラスされるってわけだ。相手のライフを強引に奪い取るようにして自分のライフを増やす。だから強奪か。なるほど。あれ、スバル兄ちゃんは？ファイトを見なくて良いのですか？優雅のファイト以外興味はない。俺のターン、ドロー、チャージ&ドロー、レフトに次戦を凍る。早耳次戦を呼ぶ声が聞こえます。ゲージをどうぞ。センターにカイナをコール。厄介な野郎はドイツかいな。ゲージ2を払ってライブアギトをライトにバディーコールだ。我ら万竜団、力を合わせてマサトと戦うぞ。おう、装備ダンフワイルドアックス、キャスト万竜団の安らぎ、効果でゲージとライフを回復だ。よっしゃ、行くぞみんな。おう、喜びも悲しみも、そして強さも、今こそ仲間同士で共に分かし合う。ドラゴンシェア出たー、マサト選手の万竜団のドラゴンシェアだ。アギト、ガチアレスにアタックだ。おう、自分は今とてつもなく闘志を燃やしてるぞ。ヘアキャスト無敵ラッキル、何無敵ナックルは相手の攻撃を無効化するだけじゃなく、てめえのライフを一強奪するぜ。ドンマイマサト、
俺には2回攻撃があるぞ。今度こそ決めろ。あ、もう1回キャスター無敵になってる。バンジョン選手、魔法カードをもう1枚持っていた。さらにライフも強奪。邪魔はねえな。ダッハッハッハ。高笑いのバンジョン選手ですが、笑っていられたのもここまで。ドラゴンシアによって強さを共有するマサト選手と万竜団が心を一つにバンジョー選手のライフを削りまくりだ。その結果、ああナイス万竜団、はい、ナイス万竜団、はい、ウェーイ。俺のターン以上。だらしねえな兄弟、最強の男がその程度でへこんでるんじゃねえ。おうよ、俺は最強の男だ。ファイトはこれからだぜ。ん？もうマサトの勝ちは決まりだな。僕もそう思うよ。でも何が起こるかわからないのがバディファイトなんだ。自分がファイトするようになってからそう思うようになったんだ。うん、最強ドロー、最強チャージ&最強ドロー。そう来なくっちゃな。キャスト画廊新機構、ライフを8に臨時で回復だ。何？なんと万丈選手、魔法でライフを急に戻した。そしててめえのゲージを強奪。何？この奪ったてめえのゲージ1を勝手に払って、装備スカイゴッドジャンパー。へへ、どうだ、かっちょいいだろ。次はゲージだけじゃねえ、ライフとてめえのモンスターも強奪するぜ。なんだと？相手のゲージとライフとモンスターを勝手に使って。ああ、ここでおさらばです。ゼゼン鉄拳独尊ドガゼウスをライトにバディコール。見せてやろう、真の喧嘩というもの。鉄拳独尊ドガゼウス、サイズ2、攻撃力6000、防御力2000、打撃力2、超絶な拳を誇る最強のバディだ。なんかすごいのが出てきたよ。バディもすごいけど戦い方もすげえよな、先輩の強奪って。お前どっちの味方だよ。まずはてめえからだ。もう終わりかいな。貫通ボムヘルメス、ファイターにアタック。つい一発食らわせてやるぜ。 あとは頼んだぜ、兄貴。ゴッドヤンキーの本気受け取るよ。さらに強奪。俺様のターンはここまでだ。なんという壮絶なファイト。お互いのターンが終わるたびにライフに大差がつくっちゅう。タコ吉の言う通り、まさに素手でポッコンポッコン殴り合ってるみたいなガチンコファイトです。ドロー、チャージ&ドロー。よっしゃ、場のアギトとドロップゾーンからカイナ2体とジセンとたてがみ、ワイルドアクスをソウルに入れてゲージ2を払い、ファイナルライブキングアギトをセンターにコールだ。自分も今強烈に力を借りさせているぞ。まずは俺からだ。そうだよ。けどない、負けちゃねえぞ。ドゲゼンサー、キングアギト、ファイターにアタックだ。了解したぞ。一気に4ダメージ、しかもキングアギトには2回攻撃がある。2回攻撃。いいぞ、その調子だ。いや、もう無理だぜ。どうして？マサトのゲージを見ろ。うわー、マサト選手、もうゲージが1枚も残っていない。俺様の強奪のせいでついにゲージがゼロになっちまったな。てめえにできることはただ一つ、ターン終了の宣言だけだ。さっさとやりやがれ、ファイナルフェーズ。
突然だが解説しよう。このカードこそサンダートルネードライブ。キングアギトがいる時ならばゲージを払わずに使えるカードだ。マサトが求めていたのはまさにこのサンダートルネードライブであった。あの時入手したパックの中にサンダートルネードライブのカードが入っていた。おかげでマサトはついに必殺技が使えるようになったのだ。キャストサンダートルネードライブ。必殺サンダートルネードライバー。ゲームエンド。勝者リクオーマサト。よっしゃあ、れがマサトの必殺技か。かっこいい。第1試合はスポーツの神の勝利だっちゅう。ダンカ聖勝。螺旋の鎖は我が絆、マサトのヨシアが聞きたくて、力を合わせて戦うぞ。ああ我ら万竜団ウェイ。さあ煮るなり焼くなり好きにしやがれ。タメ口しっけ。俺の話をちゃんと聞いてくれ。それが俺の望みだ。ああ俺は先輩がバディファイターとしてもっと強くなる方法を知っている。喧嘩への情熱をバディファイトに注ぐ。それだけで先輩は最強に近づく。俺様に喧嘩をやめろっていうのか。そんなことできるわけ。いや先輩なら必ずやれる。敗北は次に強くなるチャンスだ。我の言葉ではない。以前我が負けた時我がバディが言ったのだ。すごかったよ先輩の強奪。ああ今度は俺とファイトしてくるよ。頼むよこの通り。うぜえぞこの野郎。次は拳で対決だ。空手でもボクシングでもいい。格闘技で勝負しろや。ああスポーツなら大歓迎だ。あらよ。Vanguard, their roar will devastate the world, featuring Spike Brothers, Tachikaze, and Mega Colony.Extra Booster, The Destructive Roar. Available August 2nd. Bushy Road. English version of the Bang Dream game is now available. Bang Dream Girls Band Party. Many game original songs. Play with cover songs from famous animes as well. Interact with animated characters. Enjoy their actions and conversations.Bang Dream Girls Band Party! Download for free! ランランガウー！みんな、今日も俺たちがスペシャルなカード紹介するぜ！今日紹介するカードはこれだ！サンダートルネードライブ。ドラゴンシェアを持つモンスターがいて、相手のライフが4以下なら使える必殺技だ。相手に4ダメージを与えるぜ。普通なら使うのにゲージが2必要だけど、スパイラルドラゴンシェアを持つモンスターがいればノーコストになるんだ。スパイラルドラゴンシェアを持つモンスターといえばキングアギトだぜ。キングアギトで相手のライフを4以下まで追い詰め、サンダートルネードライブでとどめを刺す。これが万竜団の必勝パターンだぜ。どうだった今日のカード。みんなもこのカードを使って最強のデッキを組んでくれよ。それじゃ次回の動画もチェックディスバン。デイズ遊び心でエンジョイデイズ、学びまくってスタディデイズ、体動かしてジャンピングデイズ、集合毎日がミラクルデッキ、バリバリデイズ。
くれないかい。どんなものでもグレート、それは君の個性だ。目指せ常識破りのカード、今日も一緒に爆熱ファイト。デイズ遊び心でエンジョイデイズ、学びまくってスタディデイズ、体動かしてジャンピングデイズ、集合デイズ、それぞれの能力で世界に笑顔増やせ、みんなの絆生み出すワンダラ、毎日がミラクルデッキ、ファリファリデイ。ABC カップで俺はランマと戦う。互いを知り尽くした同士、こいつは熱いファイトになるぞ。次回ランマ猛攻、勝つのは俺だぜ。一斉からかバディーファイト。Bushy Road Spring Fest is back for 2018, featuring the Team League format for some of our popular titles. Receive attractive prizes just by taking part. Find out when a regional championship is happening near you. Bushy Road.